こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病から回復するためにはとにもかくにも休むことが重要です。しかし日本人は働くことを美徳としていることもあり、休むことに対して無意識に抵抗感があるという人もいます。特にこれまでバリバリ働いていた人や趣味や友人関係に活発に活動していた人は休むことを良しとしない傾向にあります。場合によっては休むことは卑しいことだ、自分をダメにすることだなどと考える人さえいます。うつ病で休職したとしても何かをせずにはいられないという人は多いものです。仕事のメールをチェックしたり、これまで溜め込んでいた本を読んだり、急に自宅を徹底的に掃除したりということはありませんか？特にうつ病初期では休むということが最優先ですので、何もしないことを心がけてください。休むことイコール怠けることというふうに考えてしまう気持ちがうつ病を悪化させ、回復するまでに余計な時間をかけてしまうのです。休職中に経済的な不安を感じているのであれば、傷病手当金を利用しましょう。健康保険に加入している人であれば、最大で1年6ヶ月の間、給与の約3分の2が支給されますので、安心して療養に専念することができます。初診日から1年6ヶ月経過してもうつ病が治らず、働くことも難しいというのであれば、障害年金の手続きも十分可能です。また運動についても注意が必要です。適度な運動はうつ病から回復するのにも効果的です。適切な運動が神経細胞の回復を促し、健康に近づくと言われています。しかしうつ病が発症したばかりの時期は運動は逆効果となります。うつ病により心のエネルギーが低下すると、足りないエネルギーを補充するために脳が交感神経を刺激して興奮状態を作り出すのです。そのような状態の時に無理に運動すると、うつ病からの回復プロセスが始まるのを遅らせてしまう可能性があるのです。適度な運動が重要なのは確かですが、うつ病回復初期においては散歩やちょっとした筋トレなんかも控えるようにしてください。運動が効果を発揮するのはもう少し後の話です。この点を誤解している人が多いので注意してください。